月28日イーグルス戦試合終了後に伊藤光選手にお越しいただきました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。8回大量得点すごかったですね。まあ、すごくいい流れだったんで、はい、その流れに自分乗れましたね。はいはい、打席は、ワンアウト満塁の逆転のチャンスだったんですけど、どんな気持ちでバッターボックスに立たれたんでしょうか。いや、もうやってやろうっていう気持ちですね。もうここまで来て、はい、前の、選手たちがみんな繋いでくれたんで、一点一点その返していこうという気持ちが、まあ、僕にも伝わってきたというか、その後を打つバッターに伝わってきたんで、だからここはもう行くしかないなと思ってました。かっこよかったです。いやいや、まあ結果出たんでよかったですね。はい、そして私伊藤光選手のフォトブック読みました。いいっすよ、そこぶっ込まなくて。ここで本が出来上がるまで結構時間かかったんですか。取材とかすごく時間かかったんですか。まあ書いたの僕じゃないんですけど、はい、取材で、はい、話でキャンプ中に休みの日にやりました。もともと本を読んでいたらキャッチャーではなくピッチャーにすごい強い思いがあったというふうに書かれてたんですけども、いやもう野球はピッチャーと思ってたんで、小さい頃、はい、始めたのはピッチャーからでしたし、プロ野球の試合もやっぱピッチャー中心に映ってるんで、はい、やっぱり憧れはありました。今キャッチャーとして活躍されてるんですが、はい、キャッチャーとしてのこう醍醐味というか楽しみというか、こうなんか一番自分にとってキャッチャーで嬉しいと思うことってどんなところ、どんな時ですか。やっぱりいっぱいいろんなことを考えて、まあ、うまくいくこともいかないことももちろんありますけど、そういっぱい考えていろいろ勉強して、で実際試合でその結果を出して最後やっぱり勝って最後に守ってマウンドにハイタッチに行くのがもう嬉しいですし、それだけ求めて僕もキャッチャーやってるんで、まあ、イコール勝つってことなんで、そこだけを考えてやるのが僕は楽しさでもあり、まあ、難しさでもあるとは思ってます。なるほど、はい、そして今日もスタンドからたくさんの方が声援を送ってらっしゃいました。はい、最後にそんなファンの皆さんへカメラに向かってメッセージをお願いしてもよろしいでしょうか。はい、わかりました。はい、最後まで、熱い声援ありがとうございました。今日の試合は特に、こういう状況ですけれども、チーム全体として、選手一人一人が、試合を諦めずに戦っている姿が見せれたかなと、自分も含めてすごく思います。まあ、僕自身は、本当に悔しいシーズンを過ごしていますけれども、ただこうやって、自分にチャンスを与えられた時には、全力を出して、こう結果を出してできるように練習をやってますので、そういう選手も多いですし、はい、まあ、これ残り少ないですけれども、一生懸命勝つために頑張りたいと思います。ありがとうございます。これからも応援しています。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。伊藤光選手でした。